主様、お願いしたいことがありまして。主に合わせて擦り上げた刀は、主を強く思うもの。大事に目されません。 今、帰りました。こちらのことは手紙に書きましたが、そちらはどうでしたか主様のお話、聞かせてください。補佐ですね。任せてください。任せてください。 に合ってますか。準備よし。うん、いい感じです。うんうんうん。踏み台なしでも乗れますよ。無事に帰ってきますからね。 はい。主様のお話を聞かせてください主様、そんな目をしていると担当に貫かれますよわーわーああい,いえ小さい子のことを考えていただけですまるで花のような小さい子の笑顔。はい ちゃんと聞いていますよ主様ご用が済んだら早めに戻ってきてくださいね僕は小さい子を希望しますけど。 これでどうわ力が溢れる任務達成ですね 主様、戦績が気になりましたかああ、主様、お菓子は買わないんですか主様、計画をお聞かせください。忘れ物はないですか 遠征出発です。主様、遠征部隊を迎えに行きましょう。主様、帰りましたよ。偵察結果はどうでしたか だからこそ、勝ちたいですね。それ。そこだね。行きます。ピッチ。よっ。はい。もう。もう、だめです。子供殺法。 モグリ僕の動きが見えないのかなこの黒いよどみ受け止められるいざ出陣ですみんな行きましょう出発 パーツ偵察結果はどうでしたか 僕の子供サッポを受けてみろ。子供サッポ、懐こもぐり。子供サッポ、懐こもぐり。やりました。子供サッポは無敵です。 いいもの発見偵察結果はどうでしたか僕の子供殺法を受けてみろ子供殺報懐もり これくらいなら、僕についてこれるかなやりました子供殺法は無敵です この先が本陣ですね。偵察結果はどうでしたか僕の子供殺法を受けてみろ僕についてこれるかなっしまった深手を子供殺法 殿り、あんまりなりふり構ってらんないな不意打ちこそ子供サッポーの極意 <laughs> やりました子供サッポーは無敵です 大丈夫です。お話を聞くくらいであれば。もう、心配しすぎですってば。これくらい、よくあることです。まだ大丈夫だと思いましたが。 一刻も早く直してきます時を超えかつての主のその後を見届けてきた毛利郎です。僕は主様を置いてどこかに去ったりしませんから。